奥さん、奥さん。奥村豊調教師。出資した馬すべて勝ち上がらせる神調教師。競馬界のサーアレックス・ファーガソン。でも奥さん。最近。おかしいですよ奥村さん。ファーカテジーナさん。あとファギーは自家製サンバでバーレーンインターナショナルステークス制覇おめでとうな。奥さん。いや。奥お前。マジでストゼロ決めて旧車の馬のローテーション決めてんのか。ブユムドールちゃんの自走予定。有馬記念じゃねえか。その情報。ネット競馬の飛ばしじゃなかったのかよ。ステイヤーズステークス2着、前走はアルゼンチン共和国杯9着のプリムドールがステップレースに有馬記念。一体どういうことなの。冬の大目標はダイヤモンドステークスのはず。ストロングすぎる選択だわ。ストロングオックが権限してるわ。それにとどまらずオックさんは阪神実績が抜群で、府中ではメトロポリタンステークス惨敗の競馬ゆっくりの出資アイバスタッドリーを選択肢を増やす意味で。という理由で同じシルクの現役最強馬イクイノックスがいるジャパンカップに登録。本戦は阪神2000メートルのチャレンジカップだけどね。オックさん。本当にこれ大丈夫だよね。ジャパンカップ回避だよね。やりますか。イクイノックス倒しちゃいますよ。いいんですね。申し訳ないですが、馬なりで勝たせてもらいます。ああ、でもラストブレイブハートが最高傑作の加藤幸寛調教師。やめろやめろ、神木の強気な判断は危険なんや。オックさんに憑依したら大変なことになるんや。でもさ、ぶっちゃけこれ、オックさんのストロングオック、強気ゲーじゃないと思うのよね。近況でチャレンジカップをオックさんが言い張っていたけど、ジャパンカップはシルクに押し切られた感じね。多分、オックさん由来の判断じゃないわよ。はぁ、競馬ゆっくりが悟っている。もうわかったんだよ。多分スタッドリーは勝ち目のないジャパンカップにおそらく出走する。どういうことなの。チャレンジカップにはスタッドリーが2着に敗れたケフェウスステークスの覇者、同じシルクのエピファミーがルメールで出走予定。明らかに勝負がかりの様子。スタッドリーが輝けるレースはチャレンジカップ以降。春の阪神を待つくらいしかできない。もしかしたら年明けの中距離、AJCC やリステッド競争の選択肢はあるかもしれないけど、チャレンジカップはエピファミーなんだよ。シルク的に。なあ、デルメールが1800メートルがいいって言ってんのに。1800メートルのディセンバーステークス行かねえんだよ。悲しい。悲しい。でもスタッドリーのダイヤモンドステークスはシルクのシルブロンとレクセランスの3頭出しだったし、ルメールはシルブロンに乗っていたし、気にしすぎじゃない。ケフェウスステークスもエピファミーとの2頭出しだったし、オックさんとシルクはスタッドリーに合ったレースで輝かせてくれるわよ。そうね。でももう競馬ゆっくりは期待して裏切られたくないにゃ。はぁ、普通ジャパンカップに出走する一口馬主は喜ぶもんなんだぞ。夢だろ。夢。うるせえうるせえ、確かに夢だよ。でもよ、同じ勝負服のシルクの競馬ゆっくりが最優先を使って落選したイクイノックスがいるのよ。無理だよ、何にもドキドキしないよ。悲しい。悲しい。シルクファン、エピファミーに邪魔ならさ、スタッドリーは中日新聞杯でもええんやで。もう白目向いてんぞ。お前。それもさ、ジャパンカップでライアン・ムーアが乗るはずだった海外馬、コンティニュアスが回避決定でムーアが空いたからマーカントで決まっていた去年のジャパンカップを制覇したベラーズールにムーアが騎乗することが決まったんだけど。うん？それって何が問題なの？ムーアの短期免許取得に必要な契約馬主はノーザンファーム総帥吉田克美。ホリードイルはキャロットファーム。トム・マーカントはシルクレーシングなんだよな。はぁ、ノーザンファーム関係者大集合ね。つまり、ベラーズールの急な乗り換わり。マーカントにごめんね、騎乗のために。スタッドリー。ジャパンカップに出走するんだろうな。まーちゃんごめん。これがシルク。いや、社大系クラブで一口馬主をすることの恐ろしさなんだよ。まさか使い分けで涙流すんじゃなくて、あえて馬の能力を信じた挑戦って涙流すなんてな。悲しい。悲しい。スタッドリーを信じてやれよ。これが一口馬主40年やってて初めての G1 出走だよ。夢があるね。ドキドキワクワクしちゃうよね、母。なぜ？
神は祝福してくれないのか。神は死んだ。ニーチェ？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は負け組一口話の愚痴。やっていくけど、これほど興奮しないし、試合場のレースってないわよ。まあ、一口話は決定権ないし、うだうだ言うだけの権利しか持ってないからね。しょうがないね。白目向いて血の涙を流して、財布からお金が吸い取られる権利が与えられる趣味だし、一方でアーモンドアイやデアリングタクト。イクイノックスに一口話やり始めで出資した人もいるわけで。畜生。畜生。悲しい。悲しい。まあ、これが一口話だからね。おお。やっぱり一口話はマゾヒスト向けの趣味だわ。にっこり。でよう。スタッドリーのジャパンカップは状況証拠的に奥さんの意向じゃない感じがするんだけど。ただ、コンティニュアスの回避もあって、強行失踪がない限りゲート入っちゃいそうなのが鬱なんだよな。救いはないんですか？もう涙も枯れますわ。それもよう。ネット競馬がすっぱ抜いたノルマンディの出資相場プリムドールちゃんの自走有馬記念。飛ばしだと思っていたんだけど。まさかノルマンの近況更新で分かったけど、事実だったとはね。更新見た時白目向いたわよ。お前最近白目向きすぎだろ。知ってるか？プリムドールちゃんの大目標はダイヤモンドステークスなんだぜ。有馬記念はダイヤモンドステークスのステップレースなんだぜ。意味わかんねえよ。誰か説明してくれよ。しかし、どういうことなのかしら。さすがにこの番組選びは土地狂ってるとしか言えないんだけど。考えたくないけど、JBC レディスクラシックにダート経験ないのにプリムドールが登録してたし。その上で今回の有馬記念で一叩き。最近ノルマンの活躍場が全然出てないし。そういう意味の失踪という見方もできるし、規約の引退期限延長の予定がないからの思い出作りの感じもするし、いろいろ考えちゃうわね。今のノルマンで最上位の馬になりかねないプリムドールを規約引退させるようなことは、ないと思いたいけどね。そうね。それに有馬記念もフルゲート割れしない限りプリムドールがゲート入るかわかんないし。そうなんだけど、ファン投票という揺らぎがあんのよね。は？初めて自分の出資場が宝塚記念や有馬記念のファン投票の名簿に載った時は嬉しかったよ。基本的にいつも出資相場が投票可能なら投票してるんだけど、奥さんさ、このローテを独断で決めたとは全然思わないけど、賞金的にゲート入るかわからないから、ファン投票の出走枠に期待したいっていうコメント。これはまずいですよ。は？しかもさ、プリムドールちゃんはアイドルホースのゴールドシップ3区でそれなりに投票ありそうだし、クラブ馬だから固定の票数は獲得しそうなんだよねー。なぜ？競馬ゆっくりはいつもこうなんだ。プリムドールちゃんの父をゴールドヘイローに偽装したいと思ったよ。それはそれで人気ありそうで嫌だけど、おお、有馬記念回避なら万葉ステークス予定だし。ここだよ。ここプリムドールちゃんが輝ける場所はバスへのメインでも一着の夢を見たいんや。傾向となるも偶語となるなかれよ。まあ、香港で有馬記念のメンバーは緩くはなるし。ああ、アルゼンチン共和国配給着の馬が有馬記念出走して何ができるのよ。これはリアル系一口馬主の価値観ですわ。だから、競馬ゆっくりは今回、出資相場の、プリムドールちゃんの有馬記念ファン投票。投票しないはどうだ。奥さんノルマンも言ったか。は？出資相場なのに。競馬ゆっくりにとって、阪神の有馬記念。昔で言う阪神大賞典がチャレンジカップだし、府中の天皇賞冬がダイヤモンドステークスなんや。もうめちゃくちゃや。まあ、どんなレース使ったとしても出資相場は応援するし、決定権はないから、文句言うだけだけど、万葉ステークスがいいなぁ。競馬ゆっくりは、有馬記念ファン投票。これは諸悪の根源だわ。おお。そういうこと言うと。大丈夫よ。たかがチャンネル登録者3万人の YouTuber がぼやいたところで何も変わらないわよ。でもさぁ、中途半端にそういうこと言うと中途半端に順位が上がって有馬記念に出走可能な順位になったら悲惨だぞ。
出走するならファン投票10位までの特別出走手当の範囲に入らないと、何にも得しないで白目になるぞ。頼むから有馬記念は個人馬主の方でフルゲートにしてほしいものね。いつもいつも一口馬主をバカにしてくれるんだから、ドリームレース有馬記念に走らせるだけの有力馬がいるはずでしょ。煽り散らかしますねっていうか、そもそもそんな悪意のある投票する人がこのチャンネルの視聴者にいないわよ。五条さんとかコイルとかに多重投票して喜んでる人じゃないんだから。でもさ、誰もが知ってるレース、 G1 に馬場掃除役といえども出走できるかもしれない。こういう事態になったら普通喜ぶもんだけどな。勝ちたいんや。坂東英二 YouTube からも消えたよね。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。